さらばラグ無理なら青春なんやっけ、みんなさらば青春だっけ、青春さらば、あいつら個人事務所だからめちゃくちゃ儲かってるらしいね。はい、はい、患者炭鉱茶機械技師まっちゃんですよ。同じメンツですね。このまま患者チェイスですか、それは良くないね。このまま炭鉱チェイス、足跡見えてるから、ちょっくらちょっかい出しに行く、行かない、なんかちょっととろい気がするな、こいつラグいんかマジで、ちょっとラグい気がしなくもないな。ちょっとなんかタコにしては動き遅ない、いたわりちょっと早いなと思ったら3振りだったわ、うん、タコにしては早いと思ったらマジでね、はい、振ってた。今の当たらへんやろこれ、5タップやろ今のね、これそしたら視界遮っちゃってお前、おおうまい返してと思ったらうまいよね、あんまり最後までうまいって言ってなかったんで返さなくていいです。さあ炭鉱フォローしに行きました。うお危な、うお危なスリル満点やな。うん、で患者待ってあげたんだな、うん、あくまで俺がチェイスするぜみたいな感じですね。まあ明らかに待ってあげたんだね、うん、え、何も何引っかかってたー、こう引っかかるんだなこれがね、はい、今まあしょうがねえな、うん。さあここで単語フォローするのかしないのか、今の当たるんだね、あそこ行けなかったんだよ、奥にくるっと回れたらいけたんだね、この壁のせいでいい触手ですね大谷さん。で炭鉱はフォローせずにそのまま、はい、次炭鉱球場しかないですね、これ多分右下ですね、炭鉱球場でございます。炭鉱がもし食らったら技師本体解読できないからね、このメンツでね結構何試合かやりまして、勝てたのはあと引き上げとか取れたのはほぼ技師のおかげです、はい、この技師もね右下だからね、そう球場もできて解読もできてあとチェイスもできてたんですよ、技師狙われた時もちゃんとチェイスしてたし、そういうやっぱ技師はいるんだよね。でもね、上のランク帯の、まあ、ギスタってほぼね、もう皆無に等しいんだよね。なぜなら、もう上のハンターって強いからね。じゃあこのハンター強くないかというと、この人ラグなんちゃうん。だってこいつ多分勝っても負けても俺ラグかったしっていうのは言いそうやからね。うん、言わなかったらごめんね。言わなかったらそれそれでいいじゃん、お前。ね、ラグなのに、ね、頑張ってやってるから、それはそれですごい。なんか確かに足遅い気がするな。これ見てもあれだね、なんか。飛ばすか。炭鉱タケチェンやしね、どうしようもないね。中流はめっちゃ悪いよ。でも炭鉱は自分の2、3号機でダウンしてるから、きついな、これは。タコは、まあ、ダブルダウン取れば、なんとか巻き返せるかもしれませんが、巻き返せないんでしょう。で、マチちゃんはそのままね、みんな気づきましたが、患者が来た瞬間にマチちゃん映ったんですよ、そう。だ次の救助はこれ多分俺だなと思ったんだろうね。うん。俺ってのはマチちゃんね。はい。で、マチちゃんが詰めてフォローして、義士が奥で、駆け引き。はい。はい、実は行きませんみたいなね。はい。救助行くと思って、あそこ攻撃するんですよ、そう。ね、マチちゃんが救助来るんだろうなと思ったからこそあそこに行くんですよ、工事してるんですよ工事。マチちゃんの動きすげえな、うん、いやすごいねやっぱこう見てもね、なんか自分を吸うね自分の方に。で炭鉱の仕事はもうここから離れることです。でハンターもね誰かいるんじゃないかと思ってあそこの暗号機ねブルブル鳴ってるからね、うん、で患者の方に連れていくんですけど多分これね上がるんじゃないかな、うん、であそこ何号機やっぱ工事してんだね、うん、最初から最後はあそこ何号機だね。で気にせずにも次の何号機上げてます。で義士で解読遅いからここはねすぐに義士が詰めます。そうマジシャンが助けられないよって打った瞬間に義士が行きましたね。はい、もうちょっと早く行ってもよかったかもしれない。まあ近いから別にいいか、うん、どの道詰めれてるし。で完全はそのままゲート待機でいいと思います。はい、別に次釣り飛びとか釣られてんかな、いや釣られてるとは、うん、まあどっちもいいか。まあ、ここはもう完全に義手の力量。うん。義手次第で。ああ、もう完璧ですね。はい、いいですね。うん、あ義手でも立ち回り分かってんだよね。うん。炭鉱のフォローが結構ね、まあ、いっぱいやってるから、まあ、炭鉱のうまさはあんま分かんないです、正直。うん。で、患者のうまさも、まあ、普通ですね。炭鉱の、遺産号機ね、ずっとかかっちゃってるからね、あそこ。で、この回、もし義手がいなければ終わってた。うん。そう。俺はそう思うね。全部この義士のおかげです。うん、やっぱ義士ってるよね。あ、で、前のさっきの続きなんだけど、上のランク帯の義士ってもう即死瞬殺されるからね。うん。だから義士いらないっていう状況になっちゃうんだよな。はい、まっちゃんダウンしました。はい。犠牲俺やーとはまだ早いんだよね、皆さん。なんとここでまっちゃんが、ね、8逃げできるかもしれない。おっせーな、お前。これ勝っても嬉しいか
ってなるよな。嬉しい。はい、これ救助させるんだよね。でそのマッチちゃんが、まあ、そのまま隠れるんですよね。でこれ触手で索敵して、あ、向こうに行ってるってことで、はい、でこいつはあのマッチちゃんを探しに行くんですけど、まあ、マジで見えないよね。で探しに行くんだけどゲロゲロいないよ、あ、やばいよやばいよ。でまた索敵するんだよな。この触手マジで便利みたいな。これ生やした瞬間これヘビーがね、あの触手が抜いてる先が、はい、あのサバイバーがおる場所みたいなね。おい、お俺にせよ、チャンネル登録お願いします。